ここに何らかの手がかりが。ダオは感じる。この地に何か怪しい気配というか、不可思議な力が働いている気がする。言われてみれば。これは魔月碑を集めている。触るな。これはカティシトゥが用いる魔月碑収集の罠だ。なぜ止める。これを壊せば奴らの狙いを。死にたいなら止めはせぬが、それだけ溜まった魔月碑を下手に刺激すると、この辺り一帯が大変なことになるぞ。お前たちが死ぬのは構わぬが、ジョマどもの手がかりがなくなるのは問題だ。うむ、我らはジョマを追っているのじゃが、奴らは用心深く姿を隠しておる。だが魔月碑集めに執着する連中だ。集めた魔月碑を回収するところを抑えればいい。つまりおとりにすると。だがこの装置が動いている限り、誰かが魔月碑を吸われているのでは。それがどうした。俺の目的はカディシトゥだ。そのために魔月碑を吸われて倒れる人間がいても仕方がないと。そう目くじらを立てずともよいじゃろう。この罠の規模から囚われている人間はせいぜい数百人、大した数ではあるまい。僕たちの目的だってカディシトゥを倒すことだけど、目的のために苦しむ人が出るなんて、それが正しいことだとは思えない。みんな手を貸してくれ。ヤクモを倒し人々を助けるぞ。死んでくれる？
Thank you.
行け。仕方ねえよ。僕らの勝ちだ。あの仕掛けを安全に止める方法を探らせてもらう。磯の神、来てくれ。うん。君たちはここを頼んだ。ヤクモ。あなたはシンマを憎み、人のための世界を築くと言った。だけどあなたは弱い人を切り捨て犠牲にしようとした。言ったはずだ。人の世界に悪魔に組みする人間は不要。彼の言う通り、悪魔に組みすることは許さないけど、その力を利用することはいいなんて、それは詭弁に聞こえる。あなたとジョカが共にあるための。あなたは矛盾している。矛盾？俺の理想に矛盾などない。ヤクモ、今のはちと痛かったぞ。こいつは利用価値があるから俺のそばにいるまで、どんな時もどんなことをしてでも生き延びる。そういう人間だけが生に値するのだ。彼らは一時的にだけど装置を止めることができたわ。これで被害者も楽になるはずよ。この間にベテルに調査を頼んで解除を試みよう。すぐに長官へ報告に戻るとしよう。